ニュースポストセブンです。激レアさんなツーショットです。弘中綾香アナと夫で資産は30億円とも言われるやり手経営者の岡田翔吾氏のデート現場を目撃しました。2月上旬の週末の夕方、都内の商店街で腕を組み買い物を楽しんでいた2人、結婚前には鉄壁のガードで愛を育んでいました。芸能関係者によると、ツーショット対策のため2人で外出することも控えていたそうですとのこと。結婚して関係が公になり、堂々と外出できるようになったようです。ニュースポストセブン。